この言葉を使うだけで周りもお金持ちにできるかもしれない、そんな素敵な言葉について今日はお伝えしますね。運が覚醒する金融上昇チャンネルの高見です。白い恵みアワードが始まりました。豪華商品が当たるプレゼントもしています。詳しくは概要欄をチェックしてくださいね。さて、これをやったら運が上がるんじゃないかと思って行動をしたりアクションをして、ただやっているのになかなか運が上がらない、機運が上がっていない、そんな経験をしたことないでしょうか。もちろんいろんな原因があるんですが、口癖、普段発している言葉という可能性もあります。やはり言葉というのは言霊と言いまして、出している言葉が現実化する力があります。特に口癖というのは知らない間に出ている言葉であって、意識しないだけでずっとネガティブな言葉を発していて、それが現実化しているっていう可能性もあります。僕もたまに奥さんと一緒にこういう言葉使ってないかっていうチェックをしたりも実はするんですね。そうすると意外に言っている口癖があって、自分は意識しないんだけどこんな口癖言ってるんだと認識する時があるんですね。やはり言葉というのはまず認識をする、それが大事です。口癖こそ意識していないものなので、このちょっとしたコツをやっていくことによってポジティブな言葉に変わっていくんです。そんないい言葉を発することによってだんだん人生は変わっていきます。それぐらい言葉って大事なんですね。その言葉の中でも特にいい言葉があって、今日はそんないい言葉、そして使わない方がいい言葉を紹介していきたいと思います。この言葉を使うだけで自分だけではなくて周りもお金持ちにできるかもしれない、そんな素敵な言葉について今日はお伝えしますね。まずはじめに龍神様のつながり、場を極める T 社の音から始めていきましょう。それでは早速行ってみましょう。はい、ということですね、まず最初に金運が上がる口癖についてお話をしていきたいと思います。金運が上がる口癖、つまり運気がいい、前向きな、ポジティブな言葉のことです。以前動画でもお話をしたんですが、感情には22段階あると言われていて、22段階の図から一番 上に行けば行くほどいいエネルギーを発している言葉になると言われています。その中の一つに感謝というものがあったり、愛情というものがあるんですが、感謝といえば何でしょうか。ありがとうですよね。そうなんです、やはり機運が上がる言葉はありがとうがいいのかなと思います。ありがとうと言われて嫌だと思う人はいないと思います。何かやった行動に対してありがとうと返すと、また何かやりたいなと思う気持ちにもなります。ですのでこのありがとうということを発することはとても大事かなと思います。普段ありがとうと言ってないと思っているなら、ありがとうを口癖にしちゃうのもいいのかもしれませんね。また嬉しいとか楽しいとか幸せ、そういった自分が持っている感情を周りに伝える、これも大事なんですね。実際に何かご自身がやった時に嬉しいですとか幸せですと言われたら、また何かやろうっていう気持ちになりませんか。嬉しくなりますよね。そうなんです、嬉しいとか楽しいとか幸せというポジティブな感情を周りに伝えることによって、周りも幸せな気持ちになって、それがまた自分に返ってくるようになるんです。この言葉もとても大切なんですよね。また私は機運がいい、今日も運がいいという言葉も使うのもいいのかなと思います。僕も何かあった時に今日も運がいいなって奥さんに伝えたり周りに伝えることがあります。やっぱり運がいいなと感じることを自分も感じるし、周りにも感じることによって、あ、今運がいいことが起きてるんだということを現実化していきます。もちろん相手に言われても、あ、そうなんだっていうことで運がいい出来事が身近に感じる、そうすると、あ、こんなにいつも身近に運がいいことが起きてるんだなと頻繁に感じることが多くなります。
これだけでも幸せや運がいい出来事が身近にあると感じることができるので、とてもいいんですよね。なぜかというと、運が悪いと思っていた時は、近くに運がいいことがなかったり、幸せだと思う出来事がなかったり、ちょっと幸せのハードルが上がってしまって、足元にある本当の幸せを見つけられなくなってしまうこともあるからなんです。ですので、今日も運がいい、私は機運がいいと発しているのも、とてもいい引き寄せを起こすのかなと思います。これだけでも人生が激変しますし、ありがとうという口癖を使うだけで神様にも守られますし、逆に貧乏神がつくのを避けることができます。続きまして、ここからは機運が下がる言葉についてお話をしたいと思います。機運が下がる言葉といったら、一番使ってはいけない言葉があります。それはお金がないです。何かあった時にお金がないということないでしょうか。もちろん使ってしまいたくなることもわかるんですが、この言葉は使わない方がいいです。もし使ってしまったら、今のキャンセルって言ってください。お金がないとプラス今のはなしということによってキャンセルできます。それぐらいお金がないという言葉を使わない方がいいんですね。もちろんこのキャンセルとか今のなしという言葉はネガティブな言葉であれば、どんなものでもいいです。使ってしまったら今のはなしということで、使わないという意識が生まれますので、とてもいいと思います。ただこのお金がないという言葉は本当に使わない方がいいと思っていて、というのも僕は昔借金を抱えた時に、毎月給料日を迎えてすぐに引き落としがあって、お金がないという状況が続いていて、いつの間にかそれが口癖になっていた時期がありました。その時に奥さんから、お金がないという言葉は今のことであって、使っているとこの先もお金がないという現実を作り出してしまうよと真剣に怒られました。それを言われた時に、僕はお金がないという言葉を無意識で口癖のように使っているんだなとまず認識しました。初めて言われた時は口癖になってるなんて思わなかったんですが、意識するようになってから断るたびに言っているんだなと感じるようになりました。ですので、このお金がないという言葉、それから使うことをやめたんですが、そこからなんとどんどん機運が上がっていったんですね。30万円を必要だと思っていた時に、本当に30万円ぴったりの臨時収入が入ってくるようになったり、機運が上がっていったんです。ですので、このお金がないとか何々がないということは、時間がないとかの同じです。何々がないという言葉を使わないようにする、これだけでもいいのかなと思います。もし使えそうになった時は、違う言葉で表すのもいいかなと思います。現金を今持ち合わせていないみたいな、お金はあるんだけど現金を今持ってないだけみたいな、そういう認識のすり替えです。そうするだけでお金がないという現実ではないので、引き出せばお金があるという状態にちょっと認識が変わっていきますので、まずお金がないと使って口癖にしている方は、そういった意識をされるのもいいかなと思います。もちろん全く使わないのがいいんですが、そういうことをされるのもいいのかなと思います。以上、機運が上がる言葉、そして下がる言葉になります。魔法の言葉なので、コントロールすればどんどん機運を上げることができます。これらの今回紹介した言葉は、機運を上げてくれるだけではなく、聞いている周りの人も幸せにする言葉でもあります。特にありがとうという言葉は頻繁に言ったり言われたりするのもいいと思います。周りを幸せにする気持ちを言うことは、コミュニケーションの面でもとてもいい言葉です。ぜひ、この動画を見た後から口癖を意識していただいて、人生を豊かにしていただけるといいのかなと思います。今日の動画になったことはグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。また、タカミンの LINE アットができました。金運が上がる6つの特典をプレゼントしています。詳しくは概要欄をチェックしてくださいね。最後に邪気を払い波動を上げる筒の音でお別れしましょう。それでは、明日の動画でお会いしましょう。さっきちょっとタカミンさんのお話聞いてて、はい、気になったことがあるんですけど、はい、なんか僕の周りで結構お金がないとか、使ってる人がいるんですけど、はい、
割とお金持ってる気がするんですよ。なんかちょっと悔しいなと思ってましたって、はい、なんかそういう恋愛とかもあったりするものなんですよね。ああ、なるほどですね。いや、ありますよね。あの、はい、なんかね、そういうネガティブな言葉を言っているけど、お金を持っているっていう方は、正直なところ、いらっしゃいます。あ、そうなんですか。はい。そうなんですけど、僕もいろんな経営者さんと関わることが多いんですけど、はい、まあ、これ僕の、なんだろう、主観というか、感じてるなんですけど、なんか長く経営されてる方は、なんか売上ずっと安定して上に、上向きの方、はいはい、の経営者さんは、なんかネガティブな言葉は使わないなという感じています。で、逆になんだろう、課税というか、まあ、一時的にお金を持っている方は、はいはいはい、どちらかというと、ちょっと言葉が汚い方が傾向があるかなと感じてますね。はい。まあ、なので、もちろん、とてもビジネスが上手い方であれば、お金を、まあ、汚い言葉を、ネガティブな言葉を使ってても、お金を持っているって方もいらっしゃると思うんですけど、ただ、やっぱり、お金持ちの方も、関わる人がやっぱりポジティブな言葉を使っている人の方が、やっぱり、集まりになっていったりする。でどうしてもなんだろう、そういうネガティブな言葉を使っている経営者さんは人脈がつながりにくいっていう傾向は、あるかなと思うので、まあどこかでちょっと切り替えるか、まあ何かね、このビジネスのうまい仕組みを作っていただくかっていう感じで、まあ、例外ももちろんあるんですけど、まあなんか、ちょっと上がりにくいような、継続しづらいところはあるかなと僕自身は感じてますね。やっぱり長い目で見るとあまり良くないってことですね。やっぱそうですね。長くやっぱ人と人のとのやっぱり関係だと思うので、やっぱりポジティブな言葉とかネガティブな言葉の方よりはポジティブな言葉の人を選ばれやすいのかなとは思いますね。わかりました。参考になりました。ありがとうございます。はい。